本日12月30日先ほど行われました富士山女子駅伝見事名城大学が優勝しました6連覇の結果結果を速報で振り返りますまだ全チームゴールしてないということでアンカーの7区2年生の原田選手の正式タイムそして区間順位は、えー、発表されておりませんのでそこはご了承ください1区は 4.1km2 年生のら安住選手が13分01秒2年連続の区間賞スタートとなりました ただ、昨年よりは思ったより動いてない感じはありました、まあ、スローな展開だったということで切り替えも難しかったと思うんですがラストはさすがのスパート力で区間賞を取りました 1500m 名城大学記録保持者ということだけあってラストのスプリントはさすがの切れ味でして日体大の斉藤選手立命館大学の太田選手をちぎっての区間賞スタートということで、まあ、中間層ちょっと苦しんで表情もね えー、太田選手とか斉藤選手の方が良さそうだったんですけれども、ただ、最後まで食らいついて、そしてスプリントを見せてくれて、一区の役割は完璧に果たす。そんなスタートとなったんじゃないかなと思います。二区は六点八キロ。二年生の米沢七香選手が、二十分五十七秒の区間賞の走りとなりました。エース完全復活の走り。まあ、非常に強い走りを、ね、米沢選手は見せてくれたと思います。一区の名木田選手、区間賞も。 描写での区間賞でしたから立命館大学の村松友選手、まあ、日体大など、後ろから追いかけてくる中でじわじわ引き離すということで力強い走りを見せてくれました、まあ、後ろからね、えー、日体大の尾形選手そして立命館の村松選手の実力者が追いかけてくる中で見えてるのに追いつかないむしろじわじわと引き離されてくるということでメンタルが一番やられる展開を持ち込むことができたのが米澤選手。 テレビを見る限り米沢選手、後ろを振り返ることなくね戦い抜きましたからまああの気配は感じてたと思うんですよ。直線になれば当然、1区の距離も短いですし秒差での区間賞でしたからただ、そこでも後ろを振り返らずに堂々とした走りタイム差以上に米沢選手の強さを感じる走りエースが戻ってきた感じがありました。見事な区間で2区区間でを終えました3区は 3. 3キロ1年生の 山田選手、美ュ選手が10分09秒の区間賞ということで、まあ、堂々の走りでしたね。昨年、米澤選手が作った区間記録にはわずかに及びませんでしたけれども、まあ、非常にいい走りをしてくれました、まあ、身長も高いですからねスピードランナーだけあって3.3キロ最短区間を堂々とした走り最後はさすがに苦しそうな表情に変わったんですけれども力、スピードで押し切っての区間賞となりました。素晴らしい走りを見せた山田選手は今シーズン 5000m15、ね、分台を出しまして力関係からしたらこの区間区間賞を取っても当たり前かもしれないんですけれども全日本は残念ながら走ることができなかったということで、まあ、その悔しさはあったはずだと思います同期の1年生力丸楓選手たになる選手は全日本優勝メンバーで、まあ、同期の、ね、活躍も見ててその悔しさ嬉しさ両方あったと思うんですけれどもそれを力に変えて見事な区間賞となりました。今回1年生明星大学唯一 山田選手が走ったんですけれども、優勝メンバーとなりました。四区は四点四キロ。二年生の石松飛鳥選手が十四分ゼロ八秒の区間賞。余裕の走りを見せました。アップダウンもある。難しいコースではあったんですけど、まあ、距離、力関係、圧倒したレース運びとなりました。まあ、駅伝の強さっていうのは、石松選手はありまして、高校時代も都道府県大抗女子駅伝で区間賞も取っております。その時は、大学生だったり、実業団選手を。 圧倒しして区間賞も取りましたそして中学生時代はジュニアオリンピック1つ学年の上の不破セイラ選手にも勝って日本一にも輝いているということで本番にとにかく強い石松選手、まあ、アップダウンもある難しいコースなんですけど4.4キロという距離を考えるとやっぱり石松選手クラスだったら、ねえー、まあ他の選手を圧倒するだけの力はあったなと最,後最初から最後まで安心して見ることができるそんな強さを見せてくれました。 そして最長区間の5区は1 0 5キロ3年生の谷本七瀬選手が34分39秒の区間2という結果でした志願の5区最長区間ということで私はアンカーを予想しましたが谷本選手が5区をです、ねえー、志願したということでエースの自覚が芽生えた谷本選手来年度のキャプテンの就任が決まっております素晴らしい走りを見せましたこの最長区間は日体大山崎梨沙選手 大阪芸術大学北川光選手ら学生トップランナーが集まったごく最長区間でしたけれども日本人トップ区間賞は大東文化大学のワンジュル選手だったということもあって残念ながら逃してしまいましたけれどもただ日本人トップということでトラックの持ちタイムだけ見るとね4番目5番目ぐらいの持ちタイムなんですけどもとにかく駅伝に強いなというふうに感じました。えー、全日本はは年連続区間賞富士山は 2年連続ここまで区間賞ただ今回は区間賞こそ逃したものの日本人トップということでまあ本当に、えー、この距離の強さというかね駅伝の強さ展開のうまさっていうのが、えー、本当にトラック以上に光ったそんなレースだったんじゃないかなと思いますそして6区は6キロ区間4年生の増渕優香選手が19分27秒の見事区間新記録をマークされました、まあ、本人がね、えー、持っておりました区間記録を更新 見事負けなしで大学駅で負けなしで卒業となりますいい表情で堂々とした走り富士山女子駅伝は名前の通りアップダウンのある駅伝でもございますただその中でもロックは比較的平坦な中で、まあ、負担をね考えて増淵選手今シーズン前半苦しかったと思いますから見事このコースで力を出し切って区間新記録過去の自分を超えて見事優勝メンバーの一員となりまして駅伝負けなしで卒業となりました いい時の増渕選手の表情で走れたと、最後まで顔が崩れない走りが増渕選手の良さなんですけれども、まあ、今シーズンねえ、故障もあって練習が詰めなかった中で、トラックレースは本当に表情が崩れたり、走りがぶれてたんですけれども、最後の富士山女子駅伝は、しっかりときっちりと走りきることができたのかなというふうに思います。非常にに素晴らしししいい走りを見せててのの区間賞並びに区間間並び新記録という結果でしたそして最終7区のアンカーは 2年生の原田咲選手、すみません、まだ、えー、速報ということでタイム、そして区間順位は出ておりませんけれども、まあ、堂々とした走りですね、えー、上り坂も苦になく、まあ、表情は崩れるのは当たり前だと思うんですけれども、心拍数も上がりますから、ただやっぱりピッチ走法、そして足さばきも綺麗ですからね、えー、そういった足の設置とかも見ると、やっぱり上り坂、適した走りができたのかななんて思います。優勝のゴーールテープを切った原田選手は高校時代 インターハイに出場することができなかった選手ということで、その選手がもうインターハイだったり、高校駅伝で活躍した選手たちがずらりと並ぶ名城大学のこの主要区間のアンカーを任され、見事優勝のゴールテープを切ったということで、本人は強い気持ちを当然持ってると思うんですけれども、なかなかね、高校時代の実績からか考えると、この未来っていうのはなかなか考えづらい、いい意味で考えられなかったというふうに思いますけれども、ただそれを叶えて、アンカーというこのね、 全体の2番目に長い区間、そして山登りという難易度の高い区間を任されて、6連覇記念すべき6連覇の優勝のゴールテープを切ったということで、本当に素晴らしい1日になったんじゃないかなと思います。ということで、本日行われました富士山女子駅伝、名城大学が見事優勝、6連覇を達成いたしました。私の昨日の動画を見てくださった方、分かると思いますが、予想通り1区の柳楽選手から区間賞。 米澤選手も区間賞、石松選手も絶対区間賞を取ると話しましたけれども、なおかつ山田選手も区間賞、増渕選手に至っては区間賞を並びに区間新記録ということで、もう破壊力抜群の結果を残してきてくれた名城大学が6連覇を達成いたしました。以上。